こちらにガラス瓶があります。軽く叩くだけで瓶を割ってみましょう。いきますよ。種明かしをしましょう。実は軽く叩いた時にガラスより硬い石のかけらを瓶の中に落としました。この瓶はデビルズボトルと呼ばれ、特殊な加工がしてあります。この瓶を偏光板で観察してみると、瓶に色がついて見えます。この色は瓶に無理な力がかかっている証拠。無理な力、歪みを入れるのがポイントなんです。ガラス棒で解説しましょう。棒の先を熱して玉にします。ガラス玉が冷えていくとき、ガラス玉が縮んでいきます。偏光板で観察してみると、ゆっくり冷ますと外側も内側も同じように温度が下がり固まるので、無理な力はかからず色は見えません。しかし風を送って外側を強制的に冷ますと、外側が先に固まりますが、内側はゆっくり収縮して固まるので、無理な力がかかり歪みが生まれるんです。実はデビルズボトルも外側を強制的に冷やして作っています。すると瓶に歪みが生まれ、表側は傷に強く、逆に内側は傷に弱くなります。そのため硬い石のかけらで内側に傷がつくと割れてしまうのです。この仕組みが使われているのが強化ガラスです。強化ガラスは650度以上に加熱した後、外側を急激に冷やすことで表面を強くしています。このように思いっきり表面を叩いても割れません。しかし内側に歪みが入っているので、こちらの先の尖ったハンマーで叩くと、このハンマーは緊急時車から脱出するときに使う特殊なハンマー。尖った部分で表面を削り、弱い内側を傷つけることができます。そのため粉々に割れてしまうのです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。